自動車です。フェアリー Z のニスモ380でございます。 RS のどうでしょうか。19,900キロ台の極上コンディションでございます。整備の方もディーラー日産プリズの方で定期的に行っております。レンズの曇りもなく外装の傷も見当たらない、とても綺麗な字です。見て分かる通り細部にピカピカなのが分かると思います。専用エンジンでございますからね、このような綺麗な状態で行っております。もちろん無事故の実走行でございますが、外装もズラッと見ていきますけど、セルプレモリレイズの工事とですね決まっております。細部に他の Z とは違うレベルの違いを見せつけてくれる一台でございます。パンテーラのセキュリティシステム30万ほどかかったそうですがね、こちらもついております。このようにですね専用のしっかり決まっています。ニスモマフラーでございますね。極上フルノーマルの1台でございますが、RS と分かる方にはもうすぐ分かる特別な車でございます。タイヤの方はまあ薄ひびこのように来ておりますが、まあ、消耗品でございますので、その辺はよろしいんじゃないですか。それを絶対もなく、サイズの方を見ていきます。275-3519ですね。ポテンザ RE01R でございます。そしてフロントの方も RE050A で、サイズの方が245-4018でございます。まあ、小さいガリギズ、ガリギズじゃないですね、汚れだけですね。こちらは傷はほぼなし、そこはちょっとガリ傷ありますね。この辺にちょっと傷、わあ見てください、このローターの美しさ、これだけ綺麗にね乗られてる車両でございます。こちらもガリ傷少々ございますね。はいはい、フロントの方もフロントちょっと傷ありますかね。まあ縁のガリ傷はご愛嬌ということでご理解いただければと思います。中入ってみます。まあ、シートも、まあ、経年劣化の薄シワはございますが綺麗な状態かと思います。メーター読み19,963キロですが、ちょっと走行距離は伸びますね。この後専用のコントローラーですね、ボリュームとかもついてあります。純正 CD チェンジャーコントロールと書いてありますけど、とナビですね、純正ナビ ETC が入るとだと ETC がここに出るようになっております。もちろんと言いますか禁煙車でございます。オーナーさんは全くタバコを吸われない方です。6速でございます。この反応の良さというかレスポンスを体験してしまうとですね、普通の Z 乗れないんじゃないかなっていうぐらいのとてもいい仕様でございますね。光ります。で助手席側です。助手席側もこの縁の方が多少シワになるんですかね。このシートはもともとそれほど走ってはいないと思いますけども、後ろの方もこのようにですね収納の方はスペースございます。まあね、もうニスモの専用フロアマットもございますし、パッテラのユーザーマニュアルですね、セキュリティのですね、そうしたスペース CD とか出られますね。ここは Bluetooth ナビゲーションシステムと、すいません書いてあります。シガーソケットはここにあります。何かおしゃれの意味がありそうですね。日産の専用ケース溢れんばかりの入れ物ですが、記録簿の方も後日記載いたします。取説とかですね、保証書とかですね、書類の方も完備でございますから、ナビの説明書もございますということでですね、揃いに揃った不具合なしのこの状態、ぜひご検討いただければと思います。19,963キロですが2万キロにちょっと入っちゃうかもしれないです。よろしくお願いします。明治郎自動車でした。